どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？うかでございます。というわけでやっていきましょう。ちょっとね、前回と比べてみてなんか違うなぁと思った方、鋭いと思います。実を言うと今までクリアしたキャラクターの時計が使えるようになってました。オプションで確認したらできるようになったんですね。というわけで、今回はあやねちゃんの時計を使っていきたいと思います。本田さん目当てなのにね。まあそういうことはスルーしてやっていきましょう。ほんと不謹慎な気がする。デートとか行ってる女の子がいるのに、別の女の子の時計を使うっていうのはさすがにちょっと良くないなって思ったんですが、まあいいかなということで。あ、珍しい。あやねちゃん。うん。何ですか？あ、いや、まあ特にちょっといいかい？はい。何ですか？うん。ちょっとほにゃららほにゃららでさ、ほにゃららなんだよ。うん。やゆちゃんの話をした。はーい。特になんもないんだよね。さあ、そして放課後ですね。そろそろ帰るかというところで、本田さんと一緒に帰りたいな。できれば。おーっと、やったね。うん。あ、本田さん。来るの待ってるよ。うん。お、待ってた、マジで？うわ、嬉しいね。いいよ。待っててよかった。うん。行きましょう。いや、待ってるっていいね。女の子は。いやいやいや、お待たせしました。みたいな感じで、俺ニヤニヤしながら。まあ、行くかどうかわかんないけどね。失礼しました。あれ？あ。え、なんで弥生ちゃん見てんだ、こっちのこと。なんだ弥生ちゃん。え、なんだ？おい、なんだ急に。まあ、いいや、スルーで。日曜日楽しみね。そうだね。うん、早く日曜日になるといいね。そうね。うん。じゃあね。はい、またね。なんだったんだ、今のは。なんかわかんないけど、無言で見られてちょっと怖いなぁ。なんだまあいいや。はい、あ、なんだ。そして、駅前。あ、天野さん。よーし、ちょっといい？いいよ。何？うん。人当たりがいいんだね、この子はね。そうだね。話をした。まあ、それ以上のことには発展しないんだな。残念ながら。よしよしよし。そして、放課後、これ何も終わった、何もなくなったんで、ちょっと岬レポート見ていきましょう。女の子が待ってくれているっていうのは結構だから、あ、なんか怒ってる。ノックしてって言ってるでしょ。ごめん。ごめん。で、何？はい。評判ちょっと見てもらいたい。もう完走してんじゃねえかな。結構やったよ。どうだ？あー、もうちょっとですね。頑張ってあげていきたいと思いますね。明らかだもん、一人だけ。まあいいや。ありがとう。それじゃあ寝ていきましょう。なんとなく感覚としては分かってきた。うん。だから本当に、その人の、よく出、現れる場所に行けば大体、まあ失敗はしないってことなんでしょうね。20日でございます。さあ、見てやっていきましょう。早速投稿だよん。行ってきまーす。パン加えて出てこうかな。なんて、ぶつかることはないか。いや、でも、本田さん自転車通学だから、ぶつかったら俺事故なんだよな。考えてみれば。なんもなかったし。さあ、見ていきましょう。3年教室、昼休みは？いや、待って。冷静に考えて。家庭科室で昼休み、確か屋上に時々来るとか言ってたから、屋上行ってみましょう。で、放課後は、図書室行って、で、寄り道は、神社。これで OK。よし。さあ、どうでしょうか。飛ばしていって。ちょっと背徳感あんだよな。他の女の子と。あ、なんだこれ、廊下で誰かいいのか？お前か。決めた。俺はやるぜ。え、何をやるって？カツラギアヤネだよ、カツラギアヤネ。思い切ってアタックするぜ。本気か？当たり前だよ、行ってくる。行ってらー。おい、大阪行ってしまった。ま、俺には関係ないこった。振られようがなんだろうが。ただし、俺と本田さんの仲を邪魔するのはやめてくれよ、その代わり。さあ、飛ばしていきましょう。どうだ。さあ、そして、屋上へ行くと誰かいるのかなと、これは期待していきたい。本田さんいてほしいな、本田さん。違う！のぞみ。うん、いや、特になんもないけど、まあ、会話ちょっとしようか。別にいいけど。そっか。その程度なんだよな。あ、そうって。まあ、いいんだよ。俺には本田さんがいるから。もう、それ以上何も欲しない。そう。好きな女以外何も欲するな。それが男なんだよ。なんてちょっと言ってみます。
俺男の何を知ってるんだって話なんですよね。まあスルーしていきましょう。そして図書室へ行きます。いるかな本田さん。いたらいいんだけど。あ、違う、お前か。ヨウかい、柳沢か。何してんだ。いや別に何も、暇でブラブラとな。相変わらずだな。だけですか、それだけですか。まあいいんだけど、さあそろそろ帰ろう。本田さん待ってるかな。待ってくれてたら嬉しいんだけど。違う、やゆちゃん今帰りかい。はい、そっか。はい、じゃあね、悪い。さよなら。いいのかなこれで。わかんない。さ、前回のなんかすごいこっちをじっと見てたあれが忘れられなくてさ。まあ、本田さんいるからいいんだけどね。あ、本田さん。来るの待ってたの？待ってたの？あ、ここで待ってたんだ。そっか、いいよ、もちろん。一緒に帰ろうぜ。行きましょう。おう。こう、毎日一緒に帰るっていいですね。まあ、俺家、うん、大学と、今一人暮らししてる家が近いからあんまり意味ないんだけどね。そうだね。うん、早く日曜になるといいね。はい。じゃあね。じゃあね。はい、またね。あ、そうだ。皆さんに言いたかった。大学生になって分かった。制服っていいよね。別に悪意とかなくて、純粋にね、純粋によ。やらしい意味じゃなくて、普通に制服っていいなと思った。ああ。セーラー服だなんだりね。後藤さん。僕になんかよ。僕っ子ね。ちょっといい？ごめん。それどころじゃないんだ。うん。ま、この後に及んでまだ振られるとは思わなかったよ。はい、またね。はい、というわけで、それではお家に帰って。いや、でも結構、伸びてきたんじゃないの？感じとしては。ちょっと岬レポート見ていきましょうかね、少し。まあ、こう毎回見るのもいかがなもんかと思いますが、まあ、いっか。ゴミも喉が変だった、今一瞬。失礼。俺の学校の評判教えてほしいんだけど、今どういう状況？ちょっと伸びたか。あんま変わんないですね。あー、なるほどね。でも、なんか、ある程度会話してると、それなりには伸びてくるんですね。うん、まあ、恋愛感情になるかどうかって言ったら、また別な感じもしますが。おい、ちょっと、ステータスいろいろ見ておこうか、今のうち。あ、これはさっき、最初決めたやつだね。あんまり意味はない。アイテムも見たし、情報。これはだから、女の子の情報ですよね。いろいろ一人一人。スポーツ万能少女。なるね。まあ、本田さんで。本田智子さん。なるね。ああ、なんか黒髪で、なんかすごい綺麗な。うん、ああいう女の子いいね。なるほどね。こんな感じで。お前は興味ないんだっていう。おめえもだっていう。先生原付なんだ。既婚者なんだよね。英語部。だそうです。なんでもね、ちょっとなぜ俺は一瞬、既婚者にちょっと集中したのかわからないですが。はい、というわけで次回へ行きたいと思います。皆さんお楽しみに。それじゃあ、またね。